今打ち込んで、あ、あ、ちょっと消えたんだけど、ちょっと待って、消えた、もう一旦ストップで。こんばんは、こんばんは。あ、みんな通知取ってるってことかな、そういうわけじゃないのかな。なあちゃん、ありがとう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 。4月6、7の体勢って、え、まだ見てない、タイムテーブルが出てるのか、え、まだ見てない、見てない。急に始まったかびっくりしたね。そうですね、ちょっとごめんね、今日はね、そう、今日はね、あの定期公演の準備をしてまして、まであと2日あと、あさってなんですよ、もうなんと、もうあさってなんですよ、あさってなんですよ。早いものでね、時間が経つのはね。そう、こんばんちーかたん、こんばんちーかたん、こんばんは。てんさん、ありがとうございます。なんかさ、いつもアイコン違うよね。今日は人参、ありがとうございます。お疲れちーかちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ケンチプレイさん、こんにちーかちゃん、ちゃんもありがとう、ありがとう。え、ちょっと待って、今日何日、3月13日明日ホワイトデーだからさ、これなくなるんだよ。つらい、明日ホワイトデーじゃん、悲しい。え、てかさ、何喋ろうとしたんだ。え、明日じゃん、もう明日で終わりじゃん。え、ちょ、そう、今日コアラのマーチがねないの、だから家に帰れなかったから、コアラのマーチコアラのマーチないんですよ今日。コアラの町コアラの町がないんですよ。そう、ないんですよ。伊藤くん、ありがとうございます、ありがとうございます。引きごまさん、ありがとうございます。お、くまありがとうございます。白早瀬さん、ありがとうございます、ありがとうございます。秋田さん、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、ホワイトデーもあとちょっとか。白早瀬さん、ありがとうございます、ありがとうございます。もほちいかちゃん、メロイさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと早めに始まったね。そう、もうね、そうなんですよ、朝日定期公演、そうなんですよ、あと2日なんですよ。でもまだチケットがたくさん残ってて、あの、悲しいことに、誰か明後日の夜、明後日の夜暇な人いませんか。明後日の夜がちょっと定期なんですけど、空いてませんか、空いてませんか。よかったら2日間とも昼過ぎぐらい、お、そうなんだ、ちょっと楽しみ。対バンはね、最後に出たのも顔が東大かな、いつだっけ出たの、久しぶりな気がする。最近定期公演が多かったからね。頑張っちーかじゃん、頑張っちーかじゃん。スーダさん、ありがとうございます、ありがとうございます。かわいいばあちゃん、ホワイトデー仕様悲しすぎ、本当に悲しいんだよ今。いちか出たよ、いちか出たって、マジマジとか言って、いつか出たって、え、本当に言ってる、とツイートしてほしい、ツイートしてほしい。え、私まだ、そう、今日ね、あのレッスン行くまでの道のコンビニは全部入ったんだけど、そもそもコアラがないとか、そういう悲しいこともあって、そう、そもそもそういう悲しいこともあって、そう、
そうコアラがないないコアラの町自体がないっていうそんな悲しいこともあったんですけどもね。今日帰ったら1個開けようかな。でもねコアラの町まだ1箱しか食べてない昨日はまだねちょっと食べれなかったんですよ。9時30分じゃなかったの大泣き本当にすいません。ちょっと帰れなくてそうちょっと申し訳ないです。そうきっと9時半ね、なんかちょっとアラームセットしたよとかよく言ってもらうからさ誰かにね。そうそうでも9時半過ぎまではだから今日はやろうと思ってました。9時半の人も見れるようにね。引きごまさんありがとうございます。さっきのごまありがとうございます。仮契約の先生さんありがとうございます。すいません本当にすいませんね本当に。須田さんありがとうございます。なんか前髪が浮いてるめっちゃ踊ったからピエンねえねえとか言ってねえねえワンちゃん見られるかな。あ4月かな。こんばんは。ホワイトデーで思い出させるわさび入りチョコ。いやわさび入りチョコわさび入りチョコわさび入りチョコはもうえ私だったらマジでさでもどうわさびさ食べたことないからさ本当にもうあの本当に配信バンだったかもしんない。えらいよ花とか飲み込んでさちゃんとルチャかルチャもルチャはなんか静かに食べてたけどね。私無理だったよ絶対。チャムありがとうありがとう。ちょっと待って今ちょっと時間見たい。25分ね。そうあさってなんですよね。初めてだから何も分かんないんだけど亀子エリアとかある。あでも立ちの席が後ろにあって立ちの席以外は全部スマホとかカメラは撮って大丈夫で前回は動画撮っていい曲と写真だけの曲があったんだけど今回は多分どっちも大丈夫な曲を撮影にしてますね多分。どこでも大丈夫どこでも大丈夫だと思う。カメラね私あんまみんなあでも私のファンの方はね推しカメラをよく撮ってくれるけど写真はあんまりないね写真はあんまりないね。3月15日はチケットの手売りしかないよねってとこだ。手売りしないよねってこと？あれどういうことだろう？しないよねってことかな。なんかちょっとその直近のスケジュールもちょっとまだ分かんなくって分かんなくってそうそう。こんばんはこんばんはメロディーさんありがとうございますありがとうございます。そう今日はさコアラの街開けて歌おうと思ってたのにもうそう帰れなくてさちょっと早くてねごめんなさい。明後日バイトで行けないです。あそうかいつもね夜だもんね。またでもしばらくは夜かなねちょっと土日だったもんねこの前は。確かに平日だから本当に来てくれる人もこう少なくてですね前回よりそうでまだ当日券とかは多分めっちゃ安いと思うので。いやちょっとなんか確証がないことを言っちゃいかん確証がないことは言っちゃいかんのだけどあれ前はさどうだったんだっけ。いやちょっとなんかファンの方に聞くスタイルをやめた方がいい当日券もさ2000円チケットあったよね前。ゼロさんありがとうございますありがとうございます。このマシュマロもうあとちょっと。スーダーさんありがとうございます。なんか今日ぶすくない。ラモジさんこんにちはさんこんにちはさん。ナギちゃんこんばんはこんばんは。6分早かった
いや6分どころじゃないんだよね私そう15分とかからさ始まっちゃってんだよね今日。違うかな、ん、東京行けへんくて辛い。あ、どこだっけ、関西だっけ。あ、はあ、いつかねちょっとあの行けるように。関西の人いるもん、たまになんかファンの方で。白熊さんこんばんは。今日の前髪なんて、今日はでも広さはうまくいったんだけど、なんかちょっと長さが微妙なので70点。70点。こんにちかちゃん、こんにちかちゃん、メイキング動画4見たって。ちょっとさ、私それまだ見てないの、早く見たいの本当はね。本当は家帰って見ながら喋ろうと思ってたの今日、本当に早く見たくて。だけど見れなく、見たいです早く。やばいかな本当に、めっちゃブスだと思うめっちゃブスだと思う、やばそう。フェスって特典会ないんだよね。ないんですか、本当にごめんなさい、ごめんなさい。まだちょっと今レッスン終わってちょっとスマホ見ずにあれでちょっと見れてなくてちょっと申し訳ないんですけど、ないんですねないんですね。あると思ってたんですけどないんですね、本当にごめんなさい、本当にごめん。なんかそう、ちょっと情報を今できてない、見れてない、ごめんね。うん、クエン酸飲んだことある。あ、この前のやつか。クエン酸も私飲んでなくて、でこの前企画で飲んだ後に、企画で誰が飲んだんだっけ、企画でリサが飲んだ後にみんな楽屋で私も飲むわっつって飲んでたんだけど、私ちょっと怖くて、まだなんかね怖くて挑戦してない。そうついてるから、ありがとう。今日は高かった、高かった。トーマで出ちゃう、こんにちはいかちゃん、こんにちはいかちゃん、ローンさんありがとう、ありがとうございます。いやあとちょっとやな、おしかめできるかもしれん。おねちょっとまた撮ってくれる、楽しみにしてます。レオさんこんばんは、今日もお疲れ様、ありがとうございます、ありがとうございます。前回より人少ない、いや少ないんじゃない、いや分かんない分かんない、安くないのかな、ちょっと平日ね、土曜日なんか最初だけ行きますって言ってくれた人が結構多かったから、その3月の発表した時に、うん、3月15は AKB の会話、いや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 、え、当日券の方が高いの、ん、なんかさ立ち見のいっちゃん後ろのチケットって当日売ってるもんだと思ってた、違う、立ち見どうなの、ちょっと今回の当日券事情がちょっとまだ分かんない、ちょっとね本当にすいません、本当にすいません。今日もギガントカワイス、ギガントカワイスって何ギガントカワイス、すごいエベレスト的な。あ、15分経過しました、30日配信、1ヶ月配信したらなんかしよう、なんかしようとか、なんかしよう。トーマのおじいちゃんありがとうございます、キラキラ、なんかなんだろう、30日したらこんばんは、ちいかさんこんばんは、のべぬこさん29日は休み希望出したのでおそらくいけると思う、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、ファンの方がメンバーより詳しい、ある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 なの、そうなのあるあるかちょっと情けないですねレオさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。関西から来てくれるファンもいるからありがたいねえ、なんかさもう遠くから来てくれる人いるし、うちさ北海道だからさめったに来ないけど、そう関西は遠いね、うん、私北海道は新幹線とか新幹線と飛行機とかいろいろ使って帰るんですけど、4時間とかねかかりますからね。大阪までだとさどんぐらいなんだろう、
こから前花に聞いたんだけどな、忘れちゃった。2時間ぐらいだっけ。早く全国ツアーできるでねえ、ちょっとちょっとなんかまだまだ先の話になりそうであるけど、いろんなとこ行けるようにねなりたいですよね本当に。立ち見2000、立ち見2000、それさお友達来た時さあれだよね、当日券だったもんね。あるってことだねあるってことだね。パリキアコシンダさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。え、なんかこんにちは、こんばんは、こんばんは。アロマさん、ありがとうございます、ありがとうございます。メイキング動画さっき途中まで見てた。チュリピのインタビューがおもろかった。チュリピのインタビューはおもろそうチュリピのインタビューおもろそう。でもね、私チュリと合宿であんま喋っ、なんかあんま喋ってないんだけど、私も話しかけない苦手で、ジュリも人見知りだからあんまり喋んなかったけど合宿中は。でもジュリの方がさやっぱダンス上手いじゃん、めっちゃね、めっちゃ上手いから、なんか覚えるのとかももう合宿でもさメンバーより早くてめっちゃ上手くて、そう上手で、なんか私練習の時とかなんか聞いちゃってたひどいよね、ちょっとなんか質問しちゃってた、ジュリにこれなんだっけみたいなそう早く見たいな。レンタロウさん、こんばんは。急にやっててビックラポン、いやほんとビックラポン、ほんとビックラポン、私まだビックラポンしたいんだけど、まだ他の店舗やってるかなフェス出演時間は公開されたけど特典会のタイムテーブルはなかったよ。あ、特典、あ、そういうことか、じゃないのかな、どうなんだろう。え、特典会ね、あるなら行きたいって感じよねあんちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。職場近くでコアラのマーチ買いました、帰ったら着てみます。なめどこさん、ありがとうございます、ありがとうございます。え、コアラのマーチは、うん、うんとか言って私も今日帰ったら一個開ける。え、でもさそこでさいちか出たらちょっと面白くないよねえ、コアラのマーチね、シンシエラスアイコアラブ、ハッシュタグシンシエラスアイコアラブよろしくお願いします。この前のショールームでリンカちゃんがやたら罰ゲームみたいなことしたいって言ってた。どういうこと、受けたいってこと、罰を受けたいということ。私絶対嫌なんだけど、食べる系は特に嫌だ本当に。みんなすぐねそういうことしたがるからね、ほんと。高島さん、ありがとうございます、こんばんは、ありがとう。山内さん、ありがとう、ありがとう。座席は事前予約、あ、そうなんだ、そうなんだ、なるほど。そう、いやでもあさって、あ、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待ってね。でもあさってあります。まだ私に会ったことない人いない？まだ私に会ったことない人、正直に、正直に言うとき、いや分かんないよ、実物の方がブスだったとかねあるかもしれないけどさ、ちょっと一回一回ちょっと会いに来てほしいなって思って一回会いに来てほしいなって思ってねえねえとか言ってそうねえとか、そうね。高島さん、ありがとうございます、ハートいっぱいありがとうございます。毎月中旬までに来月の日程出してくれるとありがたいね、ありがたいですね、ありがたいですね、そうしたい、そうしたいとか言ってそうしたいです、私もすみません本当に、急だと困りますよね、私も困ります、私も困ります私もすごく困ります。え、そうですよね、確かに中旬、まだ中旬間に合う、間に合うね、まだ中旬に出せるといいですね。めっちゃ人ごとやん。今日もちいかちゃんビデオ、ほんとにほ
本当にとか、さゆきさんありがとう、ありがとうございます。新大阪まで約2時間半くらい、遠いね意外と。なんかさ、私は陸続きじゃないからさあれだけど、意外となんかこう直線だとあんまりかかないのかなって思ったけど、2時間半は遠いね。うん、遠いね、遠いね、めちゃくちゃ遠いね。うん、ラモジさんありがとう、ありがとう、ありがとう。え、ちょっと待って、今時間見ますね、時間、38分。ちょっとツイートするのでちょっとねあれなんですよ。ジュリちゃんだけゼッケン違ってた。あ、そうだね、あの名前入れるやつでしょ、違うっけ、緑のやつやんの確か。当日立ち見券、あ、当日立ち見券あったのね、ありがとうございます、ありがとうございますね、あのあれじゃん、だってもう知っとけよっていうね話なんですけど、知っとけよって。リチェンさんこんばんは、こんばんは。ドサンコナオキさんこんばんは、2度目の方もありがとうございます。バンチージャンプやりたい、顔面クリームでもいい。それってさ、企画パートってさ、わかる、前後半の間にあるじゃん、それで罰ゲームでさ、それした後にすっぴんでライブできんの落ちるよメイク、いいのかそれでも。ちょっと、え、何、え、聞こえてる、聞こえてる、 OK だね。ちょ、なんかすごい今あの配信切れた時のあれだった、多分大丈夫だよね。バンジージャンプは私も興味ある。でもな、あれじゃ落ちるタイプでしょ、私上がるタイプの、上がるタイプのバンジージャンプしかやったことない。うん、上がるタイプのバンジーわかる、あれしかやったことないから、ちっちゃい時にね会ったことないので、え、ちょ、会ったことないわ、嘘、会ったことないわ、嘘。ん、なんかすごいいるな、いっぱいちょ、嘘、嘘ついてる人がなんかいっぱいいるんだけど、会ったことない人もいますよね、いっぱいよろしくお願いしますね、ちょっといつか、いつか、いつかね、いつかね、いつかよ、いつか。今週はってね、あ、確かに確かにそうだ、今週はねまだですねちょっとね、会議役のしねさん、ありがとう、ありがとうございます。今日は何食べようかな、夜はお腹空きました、やばい。まだメンバー全員のサインもらってました。ああ、あれ、この前はなん、みんな何人行くの、みんな結構さこう来るよね、横に、横に来るよね、結構みんななんか一人って感じじゃないよね、一人って感じじゃないよね。コアラのメロンもあるんだね、ん、なんだコアラのメロンって。おはちいかちゃん、ちいかちゃんの噂の残業さん行ってみたい。ああ、いやでも今回からちょっとあの早く書けと言われたので、あの書くのを早くしていっぱい喋れるようにちょっと頑張ろうと思います。あと、なんで目を見て話さないのかっていうのもちょっと言われたなんで目見て話さんのって言われた、この前。私多分さ、この辺見て喋ってんだよね、人の顔の、緊張しちゃうのよ、すごく。そう、たぶんサインはさ、こう最悪こうなんだけどさ、握手の時に多分目のちょっと下を見て喋ってちょっとひどいよね、さすがに。うん、いや、私がさアイドルに行ってさ、なんかちょっと緊張しちゃってさみたいな、推しの顔見れなかったみたいな、わかるけどさ、さすがに私が見ないのはちょっとあの大変失礼だなと思って、ちゃんとこう目を見てお話しさせていただきます目を見てお話しさせていただきます。はいはいとか言って、はい。リオンちゃん明日配信朝だけど、いちかちゃんは明日いつもの時間か。いや、明日もさ、またこう間に合わないみたいなことになってしまったらよくないよね、またこうやって
またこうやってとかまたこうなったらよくないから、でも帰れちょっと早めに明日の分はちょっと早めに言えるようにしようかなって思います。早めにね、そう早めに毎日ラーメン食べてるの、え私そんなこと言った今ちょっと待ってね、えラーメン食べたいんだけど最近ちょっと私我慢してる、本当は毎日食べたいんだけど、うん今の食事はあのキャベツと鶏の胸肉をボンって焼いたやつ、ただ焼いたやつ、何これただ焼いたやつとみたいな食事をしてますそういう食事をしてます。でもめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいとか言って、そういう食事してます今そうなんかね、甘いもの食べたいからさ、ラーメンはそうえでもね、うんでもね、うんとか言って、もう 何が言いたいのか分かんない、キャベツを食べるようにしてますっていう話。でもキャベツしか食べてない本当に、野菜を絶対に良くないよね。なんか毎日違う献立をみたいなことができなくて、毎日キャベツと胸肉を焼いて食べるっていうルーティーンルーティーン、そう。キユさんこんばんは、めっちゃ可愛い猫無音だにゃ無音だにゃ、メロン味のコアラがある、え、すごい、コアラ、え、コアラの町メロン味、え、すごいね、え、気になる、ちょっとなんかさ、コアラのマーチは私あんまり食べないんだけど、今まで生きてきてね、あんまりコアラのマーチをこうなんか定期的に食べる人じゃなかったのね。好きなお菓子はエンゼルパイエンゼルパイが好きなんだけど、あのそうコアラのマーチはあんま食べてなかったんだけど、あのコアラのマーチ焼きってあるじゃん、コアラのマーチ焼きってやつ、あれがめっちゃ好きなの、あれがめっちゃ美味しくて、あの北海道に1個とかしかなかったのね、今まで、今はちょっと分かんないんだけど、北海道になんか昔1個ぐらいしかなくて、ほんとたまに食べてたんだけど、マジで美味しくて、でこの前っていうか結構前なんだけど、そう小学生ぐらいからもう食べてなくて、でこっち引っ越してきてさ、コアラのマーチの存在はちょっと忘れてたんだけど、あの中野駅をさ歩いてたらさ、サンモールを歩いてたらさ、コアラのマーチ駅がバーンって売っててさ、え懐かしいってなって食べた、懐かしかった、もうこんな話したことあるかもしれない、でも懐かしいなって思って、え、コアラのマーチ焼きっていうさ、なんか肉まんと共に売ってそうなね、なんかホットケーキの中にチョコが入ってるみたいなやつがめっちゃ美味しいんだよね、ほんとあれが美味しい、なんかコアラ、そうコアラ部なんで、コアラね、コアラの話ですねトーマのデジタさん、ありがとうございます、ありがとうございます、握手緊張するけど3より1枚男やがないもの、あー確かにね、いやでもサインの方が、あでもどうだろう、いや握手の方がもうがっちり話せます、がっちり話すかこうちょこちょこ話すかみたいな、でもさ人によるよね、多分人によるんじゃない、なんかさサインこの子うまかったとかあるのかな、私ちょっとメンバー横見てないからさわかんないんだけど、花とかジュリは確かサイン書くのめっちゃ早かった気がする、だから結構喋れた気がする、リオンとかは分かんないな、どうだったかな、そう握手はあれですけどね、サイン間違えないようにね、ねえほんとサイン時間かかるのはすごく丁寧ってことだからあるし、いやその丁寧に書いた結果がさ、そのハートがないっていうのはちょっとねえ、ちょっとねえあれですよね、ほんとにそうサインに時間をかけた結果がハートなし、でも最近ちょっと練習してるんでサイン書く、青しさんありがとうございます、ありがとうございます
鹿島さん、ありがとうございます。ありがとうございます。メイキングで言ってなかった？え、そう、まだね見れてないのよ、私それ。帰ったら見ようと思います、ちょっと。うん、前回のサイン会ハート書き忘れ事件は3月に、いや多分ね、無理ですね、多分。あの書き足すっていうのは多分できないので、私がこっそりあのハートをバカでかく書きます今回のサイン来てくれた人、めっちゃサインでかく書きます。よろしくお願いします。あ、サインをでかくじゃない、ハートをめっちゃでかく書きます。え、9時45分です。49分だ。あ、ありがとうございます。カリキャークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マシュマロもね、あとちょっとでなくなってしまうね、これも。ほんとおたかつゆうすけさん、はじめまして、フォローありがとうございます。よかったら仲良くしてください。シンシェラスタイルの孫大地下です。早口すぎて聞こえないですよね早口すぎて聞こえないですよね。はじめまして、よかったら、よかったらツイッターフォローしてください。え、ちいかちゃん中野を散策するならブロードウェイも行きました。え、聞いたことある。なんかどこ歩いてるかわかんない、でもどこ歩いてるかわかんない、どこだったの、ブロードウェイ。なんかさ、めっちゃイルミネーションみたいな道があるよね、中野駅の前に。てか中野駅さ、久々行ったらさ、めっちゃなんかあれよ、なんかでかい建物がさ駅の裏にできててびっくりしたんだけど。やっぱチェキ取りたいからガチで缶バッチくじ当てに行く。ああ、え、そう、缶バッチくじ、缶バッチくじ、園田のデカ缶バッチはあります、ありますとか言って。あ、でもさ、絶対あれだよね、他のメンバーの分も補充されてるよね多分。園田のデカパン缶バッチをぜひ皆さんゲットしてください、つけてきてください。まあ、自分でもまたちょっと今回も自分で1個引きます、また自分で1個引くんですけど、園田のデカ缶バッジが欲しい人、欲しい人はぜひね、まだありますので。てか前回、多分前回も7個で今回も7個、1人1個だと思うんですけど、前回なんと私の缶バッジ残ってしまったということで、私のファンとルチャのファンはちょっと頑張りましょう、頑張りましょうとか言って、頑張りましょう、ちょっと缶バッジ、でか缶バッジぜひね、そう、ちょっとゲットしてほしいなって。でもあれ当たんないだろうね、当たんないだろうね、あれなかなか買わないと無理じゃない、どうだっけ。なんか結構買ってる人見たけど、せいぜいキラキラみたいな感じかな。私が出ればいいね、ちっちゃいのでもね、私が出たら嬉しいね。みんなそうでもない、やめてよ交換とかするの、目の前でしていいけど。え、ソヨダさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますね。リオンちゃんは比較的ゆっくり、あ、そうなんだ、確かに。あ、こうゆっくりかな、確かにね。中野ブロードウェイは奥の建物、あ、へ、中野駅の周りは再開発し、あ、そうなんだ、なんかいろいろ増えててさ、びっくりしましたね。最後にいたのいつだろう、多分ハッピーセットのキティちゃんを当てに行ったのが最後かもしれない。リオンちゃんはサインも会話もゆっくり、あ、そうなんだ、私さ早口なのね、すごい。で前回のサイン握手わかんない、マジでうるさかったよね、マジでさ、なんかテンションなんか、ありがとうみたいな感じだった記憶がある。自分マジでさ、前回はテンション高くて裏でもうるさすぎて本当にずっと怒られてましたなんかうるさいみたいな、いつかうるさいみたいな、もうずっとうるさかった気がする、本当にテンション高くて前回。でもやっぱそれぐらい吐いてライブに臨むといい感じでしたあ、やばい、そろそろ終わんないとツイートができないですね、ちょっとそろそろ終わります。1個しかないの、え、わかんないんだけど、なんかそのメンバーを選べるのね、メンバーを選べる、え、選べたんだよね、
なんか選べるって聞いたんだけど、うん、選べるって聞いたんだけど、噂によるとね、そう。だからなんかその、なんか例えばね、例えばだよ、例えば前回あったのが、あの違うんだけどね、実際はあのリオンのファンなのにイチカのでかいのを持ってるみたいな、もうリオンがなかったみたいな、そういうケースが確かあったから、多分1個なんじゃないかなって思いました思いました。じゃあそろそろね、ちょっと終わりますね。ちょっと最近さ、バタバタ配信が多くてさ、あの今度あの1時間とか時間とってゆっくりいっぱい歌うみたいな日もさ、欲しいなって思ってありがとうございました。今日はね、ちょっとランキングを読みましょう。読みます。13位ゼロさん、ありがとうございます。12位テンさん、ありがとうございます。11位カリー契約の新人さん、ありがとうございます。10位トーマのじいちゃんさん、ありがとうございます。9位アロマさん、ありがとうございます、ありがとうございます。8位高島さん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位スーダさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位白早葉さん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位メロイさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位伊藤くん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位チャム、ありがとうございます、ありがとうございます。2位ラモチさん、ありがとうございます、ありがとうございます。1位引きごもろさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ちょっとこの後帰ってメイキング見てご飯食べますそう、ありがとうございます。ありがとう、ちょっと早く始めちゃったけどね、みんなちょっと来てくれてありがとうございました。バイバーイ。明後日定期公演です。よろしくお願いします。